広報セーバーやっております清彩子です。トヨタ産業技術記念館というところに取材させていただけることになりました。シャトルがカーブしてる。これ世界で取材だと見えるんですけど、こんな感じで大変静かに動きます。下抜きから取った綿でして、中にはこのような硬い種が入っております。ハンドルを回していきますと、お客様側には綿が出ます。ウィーラー弦の振動を与えることで綿がふわふわにほぐれます。左のポイントを回すと、でガラ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 っていうからガラボガラボ、うん、これを次の機械、連状機にかけるとさらに具合が変わります、うん、このさらっとした綿をスライバーをこんな風に上から裂くと、うん、サクって簡単に裂けます裂けるチーズみたいな。開口、横入れ、そして押さ打ち、3つの要素を繰り返すことによって布を織り上げます。ここに糸が1本ずつ通っています。で、もし糸が切れるとドロッパーが落ちて機械が止まるんです。糸が切れてドロッパーが落ちるとこうやって挟まって止まるんですね。なるほど。放せば駅及び車内への、どうも、放せばやっております清彩子です。今回は私が名古屋に出張で来る機会があって、トヨタ産業技術記念館というところに取材させていただけることになりました。これから撮影に行きたいと思います。はい、片山さん、はい、よろしくお願いします。あのトヨタ佐吉とか、うんうん、トヨタ喜一郎って知ってます？聞いたことは、はい、トヨタ佐吉っていうのが日本の重大発明家の一人 で、はい、で自動食器とか動力食器を発明した人、うんうん、で喜一郎はその長男で、うん、トヨタ自動車の創業者、うん、でこれはね、佐吉さんが1924年に作った環状食器ってやつの第4次試作。佐吉さんが唱えた人間のついた自動化っていうの、うん、どういうことかというと、機械が良品か不良品か判断する、うん、で人を機械の番人にしない、うん、それがその人間のついた自動化が技術を見てできていない、うん、これね、横糸がなくなった時に、はい、あ、人が見とらなかった。縦糸が切れた時にまたこれ自動で止まらない、はい、最後まで試作機で終わっちゃったよっていう。なるほど、試作機で終わっちゃったんですね、はい、これは、はい、なんかシャトルがカーブしてる、うん、くる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 、面白い。これ世界に一台だと現存してて、環状食器という機織り機ですね。従来の食器はこの下のようなまっすぐのシャトル、このシャトルを左右に往復運動させて布ガッチャンガッチャンって折りました。そうしますと大変大きな音がします。たくさんの動力も必要です。そこで豊田佐吉が1906年に考えたのがこちらの環状食器ですが、機械の運動は円運動させることが一番効率がいいということで考えたんですね。こんな感じで大変静かに動きます。この機械で折った布が天井の方から吊るしてございますが、あのような円筒形の織物が出来上がります。あの布を切り開きますと約5メートル超横幅の織物ですよね。最初に申しましたこのまっすぐのシャットル、大正時代このようなシャットルで折ったものというのは、このシャットルの移動距離が布の織り幅です。1メーターぐらいしか折れなかったんですね。そのような時代に5メートルの超広幅の織物が折れるということで夢の食器と言われました。ですがこちらの機械、この縦糸が切れてしまったりシャトルの中の横糸がなくなっても止まる装置がありませんでしたので、機械を動かす際には光が立たないといけませんでした。そういう面でね、実用化の方はされなかったんですが、この発想が、ね、素晴らしいということで、研究と創造がテーマの交換のシンボルとしてこちらに展示してございます。放せば
もともと1911年に佐吉さんがこの地に自動食器の研究開発のための工場を作ったのが最初、うんうんうん、でところがやっていくと糸が切れちゃう、はい、で自分がやろうと思ってる食器の、うん、食器がうまくいかなくて糸が切れちゃうのか糸の品質が悪くて糸が切れちゃうのか、うん、で俺はちゃんとした糸で作りたいんだ、はい、と言って糸を作るところを始めたのが1914年、うん、1918年には、うんトヨタグループ最初の会社、はい、トヨタ牧食っていう会社が、ね、生まれました。まあ、江戸時代鎖国してたんで、はい、産業遅れてた。なるほど。で一生懸命に近代化やろう、うん、を支えたのは繊維産業ですよと、うん、で最後トヨタグループは繊維から始めましたよっていうのがあるんですが、まあ、トヨタグループだけじゃなくて軽工業から重工業に、まあ、発展してきた。で今残ってる会社というのは結構昔は繊維やってたところが車の産業でも多いよねっていうことになります。綿花ということで、はい、まあ、また最初黄色くて赤くなって、うんうん、で綿毛がはびて、うんうん、乾いたら取り込みますよってこんな風ですって。うちの会社にも綿畑があります。これやあの糸をするところを実演してます。あ、本当に、うん、ちなみにこれがあの G 型自動食器、佐吉さんと喜一郎さんの最大の発明、うん、はい、作って売る会社、うんうん、そしてトヨタ自動食器製作所を作ったの。うーん、でそこにあった自動車部が独立してトヨタ自動車になったんで、はい、まあ、この機械がトヨタグループの源って言われてる機械に、ね、G 型の1号機。うん、で見ていくとね、はい、やっぱりトヨタ式気力食器、うん、気力食器日本最初の動力食器、これも後から、ね、ご覧いただけます、はい、はい、いっぱいある。知らないのもいっぱいある、うん、ここいっぱいあるから多分一通り説明してあこんなんだっていうのね。じゃあこれさっきのね綿から糸を作る江戸時代。こんにちは。こんにちは。ではこちらから江戸時代に行われておりましたこの綿の木を使って糸を紡ぐ実演をご紹介します。はい、こちらが綿の木から取った綿でして中にはこのような硬い種が入っております。糸を紡ぐ際にこの種は必要ないのでまずはこの綿繰り袋という道具を使って中にある種を取り除きます。では皆様こちらローラーの隙間をご覧ください。種が入った綿をローラーの隙間に通しハンドルを回していきますとお客様側には綿が出ます。そしてローラーの隙間を通ることができない種は私側に残るのでこのように種とこの綿が分かれました。でこちらの綿なんですがこのように繊維同士が絡み合っているため今度はこの綿打ち指を使って綿をふわふわにほぐします。ではこの綿をご覧くださいませ。このように指の弦の振動を与えることで綿がふわふわにほぐれます。続いてこのほぐしました綿をシート状に広げ棒状に巻きます。この巻いたものをゆり子と言います。綿の繊維は一本一本が短く引っ張ると簡単に切れてしまう短い繊維です。しかしこれをねじりながら引っ張ることで繊維同士が絡み合い、このようにつながっていきます。このねじりながら引っ張るとつながる性質を利用して、糸車で糸を紡いでいきます。まず糸を紡ぐ際には3つの要素が必要です。綿から繊維を伸ばす引き伸ばしをします。これまだ繊維ですので、引っ張ると簡単に切れてしまうとても弱い状態です。続いてこれを丈夫な糸にするためにこれにねじりを加えるよりかけをします。よりをかけると丈夫な糸ができるのでこれ引っ張っても切れません。そしてできた糸は最後に巻き取ります。機械化された現在でも変わらずに行われております。江戸時代では一人で一本の糸を紡いでありましたが今度明治時代になると一人で数十本の糸を同時に紡ぐこともできるあちらの機械が登場いたします。これ向こうはね一人一本ですね。はい、左のこれちょっと回すといっぺんに30本、
で、ガラ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 って言うからガラ棒。ガラ棒、うん、あ、本当だ。ちなみにね、江戸時代鎖国してたんで、うん、日本の産業遅れてた、うん、で先進国に追いつけ追い越せ、うん、で素晴らしい技術とか、はい、そういうのを展示して日本の産業を発展させたいと言って内国産業博覧会で展示会やったんですよ。それが第1回の大賞。ちなみに内国産業博覧会を企画した人っていうのが西国さんと一緒に明治維新をやった大久保利通です。あの人が企画したこれ一等賞。ちなみに佐吉さんは3回目のね博覧会見に行って、うん、で思うことがあって最初の発明ができてます。はい、 でもあれ疲れちゃうから、はい、疲れないかなと思って、はい、こちらはその向こうはね手回しでしたけど、今度は動力、水車の動力を使って動く動力駆動のガラボキです。こんな感じで、こんな感じで、ステージみたいなもの、手で動かすと簡単に縫製バー に日本でどうやって糸を作ってたかっていうのを再現して、はい、これカチカチで触ってみます、うんうん、これで跳ねてしまったら硬い、ギュッてしないとたくさん跳ねないんで、うん、で工場の中ではこう本当器具使って、はい、最初のフォンダメントの中に入れます、うんうんうん、で、まあ、糸を、まあ、はい、ほぐしたり、砂をほぐしたり、あと何種類かの麺を混ぜたりして、うんうんうん、インドとかアメリカとか、で最初こういうラップという状態で、はい、この長い工程が出てくると、いよいよ、この麺に絡めて、はい、最後、糸のするところを順番に、はい、なんか縦に埋めていきます。はい、じゃあここからですね、こちらの機械、先ほどのね、コンダメン機で作ったラップをこの機械セットします。染麺機というんですが、はい、染麺機の素、これちょっと難しい字です。そうですね、串削るという字ですね、うんうんうん、綿を串削る機械ですから、綿を要するにブラッシングするわけですね、うんうんうん、で機械の上の方に106本のフラットっていう部品があるんですけど、このフラットはこんな形で、よいしょ、あ、針がいっぱい、そうです、あの剣山よりさらに細いですね。これ針の布と書いて針布と言います。あ、そんなに痛いわけではない。そうですね、この針布で綿をブラッシングしてゴミを取って細い繊維を取り除くんですね、うん、で片方だけだと効果がないので、下側の緑の部分、シリンダーと言います、うんうん、このシリンダーの外周にも同じように針布がぎっしりあります。へー、こちらのシリンダーは高速回転、こっちのフラットは低速回転します、うんうん、その間をさっき作ったラップを通しますと、スーッと機械の中通って綿は上下で串削られて、ここにゴミとか細い繊維が落ちます、うん、で本体はどうなるかというと、こちらのようにちょっと鏡見ていただきますと薄綿の状態になります、はい、もうほとんどゴミが取れています、うんうん、この器とをスッと中央で集めると、こちらのようなスライバーというものになります、うん、ではちょっと触っていただいてもいいでしょうか。こんな感じです、はい、どうでしょう、手触りほわっとして柔らかくて、うんうん、で繊維もね揃ってるように見えるんですけど、うんうん、これまだまだなんですね、まだまだというのは重さにばらつきがありますし、うんうん、揃ってるように見えるんですけどそこまで揃っていないので、これを次の機械、連状機にかけるとさらに風合いが変わります、うん、ちょっと持ったまま前の方でお待ちください、はい、こうしますと、うん、こんな風に手触り変わります。服につくとホコリがつきますので、ちょっと、あ、大丈夫です、サラッとしてると思います、はい、このサラッとした綿をスライバーをこんな風に上から裂くと、うん、サクって簡単に裂けます裂けるチーズみたいになって、これね、あの繊維が揃ってるんでまっすぐサクッと裂けるんですね、なるほど、で最初の方のスライバーをこれを同じぐらいの力で裂くとこう絡んでるんですね、なるほど、これまだ
裂けないのでそんなに繊維が揃ってません、うんうん、これだと糸作りできないんですけどこれぐらい揃ってると糸作りに適します、うんうんうん、はい、では機械の説明をしますので捨てていただきまして、こちらの機械先ほど作ったスライバーを後ろに6本セットしています、はい、その6本をこの4組のローラーの間を通します。このローラーは前に来るほど速く回転します。そうすることで引き伸ばしが、効果があるんですね、うんうんうん、でここで約6倍に引き伸ばすんですが、引き伸ばしてこのケースという入れ物に入るとき実はこんな風にコイルを描くようにして入ります。そうすることで材料をたくさん収めることができます、うんうんうん、このケースもね実は回転しています。では運転しますのでご覧ください。ちなみにこの機械は1951年製です。いきますよ、はい、で後ろから送られてここで約6倍に引き伸ばします。引き伸ばして入るときはこんな風に入ることで材料をたくさん収めることができます、はい、では次の機械に行きましょう、はい、次の機械粗棒機というんですが粗棒機で作るものはこちらのようなちょっと細いものですね。これ粗い糸と書いて粗糸と言います。粗糸とはどんなものかというとこんな感じのものになります。でこちらの粗糸こんな風に引っ張っていただきますと簡単にね繊維が抜けます。ですが立てて見ていただくと実はよりがかかっているのが分かりますか、うんうんうん、このよりは1インチに1回ですから25ミリに1回ぐらいです。なのでこんな風に1センチぐらいのところで引っ張ると抜けません。あ、すごい強いんです。本当だ。あ、ちゃんとよりに合わせてそういうことか。確かに。なるほど。で、まあ怪力の人だったら抜けるかもしれないですけど私ぐらいだと抜けません。でこのよりを反対の方に戻してやって引っ張るとスーッと抜けるわけですね、うん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 、これぐらいの強度です。で、どうしてよりが必要かというとやっぱりあの細くなると弱くなりますから、はい、あの機械上でこうスポーンと抜けないようにするためによりをかけるんですね、うん、では機械の説明をします。先ほど作りましたスライバーを後ろにセットして、はい、またこの4組のローラーの間を通します。このローラーは先ほどと一緒です。前に来るほど速く回転します、うん、でここで今度5倍ぐらいに引き伸ばすんですが伸ばすだけだと繊維が抜けますからこちらの部品フライヤーっていうんですね、うん、逆U字型です、うん、このフライヤーにこんな風に引っ掛けてこの糸巻きのボビンと一緒に回転させます。そうするとこのローラーからこのフライヤーの間でよりがかかる、うん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 、よりがかかった素子をこのボビンで巻き取ってるんですね。ではこちらも運転しますのでご覧ください、はい、いきますよ、はい、次で糸になります。どうぞ、はい、すごい分かりやすい、最終工程製棒機というんですが糸を作る機械、うんうん、こちらの機械はこんな風な輪っかがついていますね。これリングと言います、はい、リングがついた製棒機ですからリング製棒機という名前です。なるほど。を引っ掛けてトラベラボビンと一緒に回転します。すれ回しと言います、はい、そうすることでこのローラーからこちらのトラベラーの間でよりがかかったものをこの糸巻きに巻いていくわけですね、うんうんうん、ではどんな感じかご覧ください。はい、ほとんどもう糸の影しか見えません。で一瞬で立ち上がります。いきますよ、はい、ここで15倍に引き伸ばしてこのトラベラーとボビンの回転によって糸によりがかかってかかったあよりがかかった糸を最後巻き取っているんですね。はい、止めます。そうするとね、最後どんな感じで動いていたか分かるわけですね、うん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 、で、できた糸がこちらです。これね、プロの方に言うのはあれなんですけど一応デニム用の糸でちょっと細めのデニム用ですね12番ぐらいですかね、うんうん、
で今の機械はこれは9000回でしたが、現代の機械だとこれが2万5000回転ぐらいで回転します。はい、以上が原面綿から糸ができるまでの簡単な流れでした。はい、ありがとうございます。縫製バー。トヨタグループの創始者である豊田佐吉が発明した食器をご紹介いたします。こちらは1890年、明治23年に佐吉が発明した豊田式木製人力食器です。こちらのシャトルの動きにご注目くださいませ。それでは初めに布を織る3つの要素をご紹介いたします。足元の踏み木を踏み替えますと、縦糸が上下に開きます。こちらを漢字で開く口と書いて開口と言います。続いて開いた縦糸の間に横糸を通す横入れを行います。そして最後に通した横糸を串のようなおさで手前に押し付ける押さ打ちを行います。このように開口、横入れ、そして押さ打ち、3つの要素を繰り返すことによって布を織り上げます。こちらの3つの要素は機械化された現在でも変わらずに行われています。こちらは佐吉が23歳の時に発明いたしました。また最初の特許も取得いたします。しかしご覧いただいたように、1人が扱うことのできる台数は1台のみだったため、佐吉はさらに生産性を上げるため研究を続けます。そして人力食器を発明してから6年後に日本初の動力食器を発明いたしました。人力食器の実演は以上でございます。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、お姉さん折れるんだと思ってびっくりした。はい、続きましてこちらがその6年後の機械ですね。はい、豊田式気力食器という動力食器ですね。日本で最初の動力食器です。先ほどはね、人が動かしていましたが、今度は動力を使うわけですが、動力当然、当時は電力が発達していませんので、蒸気機関の動力を使って機械を動かしたんですね。こちらの機械、先ほどの人力食器に比べますと速さが5倍速くなるんですけど、速くなるとやっぱり回転するところとかは鉄を使わないと壊れますので、重要なところは鉄を使って、その他は木を使って、海外の鉄製よりはずっと安い価格で販売したんですね。なるほど。では運転しますのでご覧ください。ご覧いただきましたように、こちらは動力を使って動いていますので、スピードが一定になります。そうすると、打ち込む力も一定ですから、布の密度がね、さっきよりは一定になって、品質が良くなりました。品質良くなって生産性も上がりましたが、この機械、こちらの縦糸、これが切れてもまだ止まる装置なかったんです。ですからもし糸切れると、そのままピーとね、筋が入った不良品になります。作業している人は糸切れがないか見ないといけません。またシャトルの中の横糸、こんな糸だったんですけど、これ1本で3分しか持ちません。作業者の人4台動かしてますから、だいたい40秒に1回は自分で機械を止めて糸交換しないといけません。ものすごく忙しいですよね。そこで豊田佐吉はこの横糸がなくなる前になると中のシャトルを自動交換する、そんな装置を開発したり、縦糸が切れたら機械が止まって不良品を作らない、そんな装置を開発して自動食器を作っていきます。こちらの機械は佐吉が29歳で作ったんですが、完成させました自動食器、無停止被害式豊田自動食器、通称 G 型という機械は、これから28年後佐吉が57歳で完成させました。はい、ではその G 型食器を今度はあちらで動かしますので、どうぞ前の様子見てください。糸が少なくなったシャトルが機械のこちら側から中を通ってきます。でそうするとここには糸が入ったシャトル最大10個置けるんですが、この一番下のシャトルを手前のこのレバーが後ろ側に押します。ドン。そうすると中に入ってた糸の少ないシャトルは押し出されて、後ろから
出ます。一番下のシャットルが機械の中にガチャンと入って動き続けるわけですね。では今から実際に機械を動かしてこのシャットルが交換するところをご覧いただきたいと思います。少し短い糸を使いますのでだいたい30秒ぐらいで糸がなくなりましてシャットルが交換しますのでまずそこをご覧いただきます。その後でこちらの機械は縦糸が切れたら止まる装置がつきましたのでそこも紹介させていただきますね。はい、では運転します。糸が通ったドロッパーはこんな感じでバーに対して浮いた状態です。糸が切れると下に落ちてこのバーで止まりますが、うんうん、機械運転してるときはその下でレバーがこんな風に動いています。糸が切れてドロッパーが落ちるとこうやって挟まって止まるんですね。なるほど。止まった瞬間ここから出てるレバーがポーンって動いてあそこの白い起動レバー、先ほど私運転の時こうガチャンと動かしたレバーが外れます。あれが外れることによって機械が止まります。でもしこういう縦糸切れ停止装置がなかったらこちらのようなピーッと筋が入った不良品を作ってしまいますよね。このような不良品を作らないために考えられた停止装置、現在も使われていますね。なるほど。はい、ここまでが豊田佐吉が作りました G 型自動織機でした。はい、1924年に作られましたから98年前ですね。佐吉が57歳の時でした。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ホーセーバー G フリーだ。L はついてないけど G フリーだね。 G フリー、うん、おLっていうのは、うん、あのスーパーローダーっていうのがこっちの機械によって言ってるんですけど、はい、これが実は L っていうことになるんですね。何かっていうと管からそのままあのシャットル交換しないでこれをガチャンって入れて交換するんですね。そういうのがついたのが GL、これはこれがついてなくてただ単にシャットルを交換するやつなんで G3。あ、なるほど。シャットルを交換するか中身を交換するか。そう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 。あ、なるほど。そうですね、知らなかった。スーパーローダー。で、そのスーパーローダーっていうのがついた機械は G の後に L がついてる。というわけです。すごい。この中だけでも本当に広いですね。ホーセーバー。水で飛ぶっていうのがどういうイメージかちょっとわからないと思うんですけど、濡れません。すごい。人がおる人と上で盾を上げる人と、それはできばたって言うんですけど、でも俺もこんな感じで、人が上に乗ってね、縦糸を引っ張る、ね、枠をこういうふうに引っ張る。そうなんだ、うん、機械の前は人がやってたんだね。え、全然知らないことばっかりだな。
これ私からするとすごい速いですね。そうですよね、折り上がるこの出てくるスピードがなんかこのやっぱり機械によってですけど、その枠の動きの速さとか最新のものほど速いじゃないですか、はい、なんかそれがこの中で全部見れるから、それがなんかすごく勉強になって面白いなと思って、うん、すごい。一番違うのがシャトルの味なんですよね、うんうん、有飛翔機か無飛翔機かそこでスピードはもう全然違うから。なるほど、かね、ゆっくりだからその風合いがいいっていうのはあるけど、ね、やっぱ今の時代ね、量早くたくさんできることも大事だから、本当に風合いってあのシャトルでガチャンガチャンって押してるのは送り出しもあのこんな今の高性能の電子送りじゃないから、うんうん、一定なんですけど、そのギアの幅なんですよね。で電子送りっていうのはもうそういうのを自由に変えることができるんで全然違うんですよ。あの本当にシャトルは本当にいいなとは思うんですけど、うんうん、そうですね、味噌を取ってもらえるか、そうそうそう、欠点値になっちゃうか、はい、難しいところなんですよね、はい。ホーセーバー。最後まで見てくれてどうもありがとうございました。少しでもいいなと思ったら高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。